どうも、三平です。本日もよろしくお願いします。さて、いよいよ大相撲九州場所始まりましたね。はい、これから15日間いろいろな期待と注目がある15日間だと思いますが、最後まで皆さん応援しましょう。というわけで、初日の取り組みを振り返っていきたいと思います。初日ですね。まず幕内からいきます。いや、失礼しました。最初はですね、幕下の若隆景さんからいきましょう。若隆景さんは今日の対戦相手は菅容さんですね。いやー、初日から復帰の場所、233日のぶりの土俵、黒星で負けてしまいましたけどね、0勝1敗となってしまいましたけど、まあ、それでも本人はくじけないで、まあ、気持ち切り替えて、まあ、これから頑張ってくれるんじゃないかと思います。あと6勝ですね。あと 6連勝すれば、まあ、一場所での関取復帰はの確率となるということにはなりますかね。はい、まあ、まだ分かりませんけどね、まあ、審判部が判断なので、それはまだ私からは何とも言えませんが、あくまで予想なので、外したらごめんなさい。では、次、十両ですね。十両の話題に行きましょう。十両の、なんといっても、大の里、強かったですね。今日の対戦相手は、ウクライナ出身の獅司ですね。獅司関との取り組みでした。獅司関はね、まあ余裕で勝っちゃいましたね。さすがね、72代横綱稀勢の里のね、弟子でもあり、まあ、もっとね、アマチュア横綱連続優勝をされていますからね、学生時代の功績も残しながらね、まあ、それをプロに入っても生かしてくれてるので、これからまあ期待ができる力士だと思ってます。はい、これから15日間大の里も頑張ってもらいたいなと思います。そしてね、できれば優勝を目指してほしいですね。優勝を目指して来場所、師匠の二所ノ関親方を上回る十両二場所通過での新入幕となってほしいですね。はい、まあ、せめて今優勝すれば新入幕は確率だと思います。はい、5枚目なのでね、確率だと思います。12勝以上ですかね。12勝以上で優勝すれば確率となります。すべて碧山ですね。碧山は初日勝って、まあ、今場所ね、まあ、春日野部屋から幕内力士がなんと56年ぶりですかね、56年ぶりに幕内力士が不在となって、まあ、異例ですけどね、異例なことですよね。56年ぶりというのはもう本当に、まあ、それだけで歴史の長い部屋だったんだなという思いが実感しましたね。まあ、青山関も本人もまあ悔しがってますしょうし、まあ、申し訳ないっていう気持ちも多分あるんじゃないかと思います。まあ、今場所せめて勝ち越して、まあ、せめて8勝7敗でもね、勝ち越して頑張ってもらいたいですね。はい、続いて幕内語っていきましょう。幕内は新入幕北の若、酔い倒して錦富士関を倒しましたね。はい、いや、北の若の師匠、大師匠がですね、北の富士さんということで、まあ、北の富士さんもご馬主、まあ、今場所は解説を全休するという話を
きいニュースで耳にしたので、ちょっと心配ですけど、まあもう年も年なんでね、まあ、まあ休んでもらいたいなと思います。はいはい、続いて美ノ海。美ノ海も勝ちましたね。はい、32歳ですかね、32歳のベテラン、まあ、沖縄県出身のですけどね、まあちょっと遅めの新入幕でしたけどね、まあそれだけ幕内の地位っていうのは本当に難しいことなので、まあ、本人にとっては難しいことだったんじゃないかと思います。はい、続いて狼雅ですね。今日の対戦だったら狼雅でしたね。共に新入幕の狼雅、元大関雅山の弟子でもあって、まあ、初日負けてしまいましたけどね、まあ、それでも本人はくじけないでね、まだ初日だからあと14日間あるという思いもあるんじゃないでしょうか。はい、ということで、ついで帰り入幕の友風も残念ながら負けてしまいましたね。はい、4年ぶりの幕内の土俵、復帰の場所は復帰初日での優勝は、まあ、失礼しました、復帰初日の白星は見送りとなってしまいましたけど、それでも本人はね、気持ち切り替えてまだ14日間頑張ってくれるんじゃないかと思います。はい、続いてですね、新入幕と東白龍ですね。東白龍は押し出しで黒星スタートとなってしまいましたが、こちらも同じくですね、気持ち切り替えて残り14日間頑張ってほしいですね。新入幕勝ち越しを目指したいところですね。はい、一山本で対戦相手は一山本ですね。先場所十両優勝の一山本で、いや先場所強かったですからね、13勝2敗という好成績で十両優勝しましたからね、驚きました。友風もですね、対戦相手は剣翔ということで、まあ、先ほど言いましたけど、まあ、本人もくじけないでこれから頑張ってくれるかと思います。続いてここから幕内上位に入ってきます。続いて三役いきましょう。三役というか、はい、三役阿炎負けてしまいます。まあ阿炎もまあ負け、初日負けないで済みましたね。はい、小結び復帰の場所白星スタートとなりました。対戦相手は豪ノ山ということで、押し出して勝ちました。豪ノ山も、まあ、気持ち切り替えてこれから頑張ってほしいなと思います。はい、続いて関脇琴ノ若もですね、押し出しで飛び出ですね、飛び出ず的に勝ちました。こちらは圧倒しましたね。関脇在2場所目の白星スタートとなりました。はい、続いて高安的勝ちましたね。元大関の実力見せてくれたんじゃないかと思います。上手投げで関脇若元春を圧倒しました。強かったですね。はい、元大関の実力を見せて頑張ってくれましたね。はい、まあ、悲願の初優勝もいつしてもおかしくない状況ではありますね。はい、続いて関脇の大栄翔、
優勝もですね、対戦相手は明生ということで勝ちましたね。少々お待ちください。突き出しで今日は勝ちましたね。はい。あ、ということはですね、大栄翔、今年今場所の年間、1年を収めの九州場所でもありますから、年間最多勝争いですね。期待したいですね。今年の年間最多勝はズバリ関脇大栄翔としましょう。大栄翔の時は5場所で、明け場所まで51勝24敗と大勝ちしてますけどね、今場所最低でも2桁取れば確定だということになります、ね。まあ、大関昇進再挑戦の場所でもありますから、せめて12勝以上上げてもらいたいですね、はい、これから期待したいと思います。同じくこちらもですね、正代対豊昇龍ということで、豊昇龍初日勝ちましたね。突き出しで正代を圧倒しました。大関在位2場所目、まあ、先場所ね、苦しい場所でもありましたが、それを気持ち切り替えて豊昇龍も頑張ったと思いますね。おじでもある60、68代横綱朝青龍のおいっ子にもあって、そのおいっ子っていうね、立場を見せてくれたんじゃないかと思います。はい、そんなことはさておき、続いていきます。続いてこちらもですね、宇良霧島でもですね、初日勝ちましたね。寄り倒しで浦和は圧倒しました。霧島もですね、豊昇龍霧島ともに大関初の2桁目指してほしいですね。2桁10番、残りの14日間で取れるかどうか、ぜひ期待したいですね、はい、霧島関もですね、霧島関と豊昇龍ともに年間最多勝争いの対象となっておりますからね。霧島は今日勝ちましたので50勝ということになりました。豊昇龍でいきますね、今回初日勝ちましたので50勝といたしました。大栄翔関と星の差2つで追っていくことになります。大栄翔も52勝目ということで、年間最多勝、おそらく大栄翔、先ほども言いましたけども大栄翔になるんじゃないかと思います、はい、続いて隅の一番、なんといっても最大の注目、大関貴景勝対返り三役の太口貴景勝関、鬼門一つ突破しましたね。押し出しで圧倒しました。過去の成績はですね、貴景勝は北勝富士に過去13勝11敗とこれまで難敵でしたが、今回勝って14勝11敗と
という結果になりました。そういうことですね。2日目の対戦相手は元大関正代ですね。正代にも貴景勝は15勝7敗ということで今大勝ちしてますね。2日目勝てば16勝7敗ということで鬼門2つ突破する。先場所もこちら敗れてますかね。先場所を敗れた2人に鬼門突破して、まあ、LINE ニュースでもありましたけどね、鬼門突破で綱取りへという期待も大きいでしょうか。大きいですね。はい、あと14勝目指してほしいですね。15戦全勝目指してほしいところですね。今日はですね、そんなところですかね。はい、まあ、ハイレベルな優勝ということですから、おそらく14勝以上だと思います。まあ、これはですね、まあ、3場所前が全休して横綱に昇進したケースは一度もありません。2場所前で11勝というのも過去には存在しません。ということで貴景勝の敵はおそらく初です。先場所11勝4敗ですから2場所でできれば26勝以上目指してほしいところですね。そのためには15戦全勝が必要になってきますね。これから体作りのために頑張ってほしいですね。2日目もそうですけど、残り14日間頑張ってもらいたいですね。そして子供の頃からの夢でもある横綱に向けて頑張ってもらいたいですね。74代横綱誕生に期待したいですね。そして72代横綱稀勢の里以来となる日本人横綱誕生もとなりますね。はい、次の横綱はですね、貴景勝関係しか考えられませんから、私もね、貴景勝関を中心に応援していきたいなと思います。まあ、本来でしたら今場所も応援に行きたかったんですけど、直接生で観戦しなかったんですけど、ちょっとね、まあ、九州ということもあって、まあ、交通費もすごいかかりますからね。でちょっと忙しいというのもあって、ちょっと行けないですね。遠いですからね。まあ、旅行で行くなら別ですけどね。旅行で行くなら、まあ、例えば初日に、まあ、1泊目が最初3日間です。3日間だとします。3日間で最終日に例えば行くとします。せっかくね、九州に行ってもすぐ帰ってしまったら交通費がもったいないですよね。はい、なので私も行けませんということになります。まあ、いつかは行きたいと思ってますけどね。まあ、いつか行けるときに行ってみたいなと思います。さて、初日の相撲内容ですね。親方衆の幕内の後半から審判部長を務めていた浅香山親方、元大関海王ですね、元大関海王さんもちゃんと押し出してるし前に出ているという評価をいただいたそうです。そうですね、最初からあの相撲を取ればですね、15戦全勝も夢ではないかと思います。貴景勝関は自己最多は13勝ですからね。初優勝の13勝2敗と、まあ、小結の地位ですけどありますね。小
娘の地位で13勝2敗と。あとはですね、2020年の九州場所、13勝2敗の好成績で2回目の優勝を果たしましたね。はい、14勝以上で優勝したことは一度もありません。ということで、今場所目指してほしいですね。はい、14勝以上目指してほしいです。そもそも横綱というのはですね、ハイレベルな優勝が求められますからね。横綱になってもしっかり責任を果たして横綱という地位を務めてもらいたいですね。はい、以上で初日振り返ってみましたけど、あと14日間千秋楽まで貴景勝関を中心に応援していきましょう。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら、失礼します。